哟，キリノジ。想要约会？楽しみだぜ。哈哈。我一直很信任你。哦。今日のクエ疲れたな。おい、キリノジ、ちょっとここ借りるぜ。哇塞！原来连克莱因都有陪睡啊。自分の部屋があるだろう。さっさと帰れよ。な、固いこと言うなよ。俺とおめえの仲じゃねえか。クラインがベッドで寝ると、親父臭さとカレー臭が移るからな。可憐的克莱因。だと？おめえな、ここは仮想世界だぜ。そんなん映らねえよ。クライン、そのツッコミは正しいのか？え？は？ちげえよ。てめえ騙しやがったな。俺は現実でも親父臭くねえし、カレー臭もしねえよ。疲れを取るために横になったってのに、大声あげたら余計疲れてきちまったぜ。喉が渇いちまったぜ。キリノジ、ビールくれ。ルービー。そんなものは俺の部屋にはない。あー、そっか、おめえは未成年だもんな。じゃあ冷たい飲み物なら何でもいいぜ。早く早く。やれやれ、仕方ないやつだな。ほら、これでいいか。お、サンキューな。やっぱ一日の終わりは景気よく冷たいもんで乾杯だよな。お疲れ。てへへ、うめえ。乾杯が済んだらそろそろ帰ってくれないか。はは、冗談きついぜ。キリトさんよ、乾杯の後はしゃべくり倒す。これからだろうがよ。うわ、キリトか。想要约会。いいじゃないか。是大家聚集的场所呢。哦了一声。ああ、すまん。ちょっと休ませてもらってるぜ。いいけど、どうしたんだ？いや、少し考え事をしててな。哇、愛妻了就可以在同人的房间。え、不、然后、克莱因就被拒绝。QQ。どうやらこの GGO に、前に別の MMO で遊んでたフレンドが、ダイブしてきてるらしい。なんか問題でもあるのか。そいつとはいろいろあってな。いや、まあどうでもいいか、そんなことは。いや、そこまで言われると続きが聞きたくなるんだけど。そうだな、一応ログアウトしてカミさんに確認してからにする。カミさん？エギリの奥さんが何か関係あるのか。いや、だからそれも話の内容に関係してるから今は言えねえよ。なんかエギル様子がおかしいの。そんなモジモジしてるエギルなんて見たことないぞ。うるせえ、俺にもいろいろあるんだよ。ほら、だべってないでそろそろ寝るぞ。お前も今日は疲れただろう。なあ、じゃあな。ん？あ、この前ちょっと気になる隠しクエストを見つけたんだ。長任務。荒野の片隅にある幸運の果てと呼ばれる場所、そこには価値があったお宝が眠っている。ちょっと面白そうだろ。君も暇なら一緒に行ってみないか。ただこのクエストはどんな報酬があるかわからないんだ。価値があったお宝ということは以前は価値があった。
つまり今は無価値の可能性があるんだよ。でもそう回すって実はなんてイベントかもしれないし、価値がなくても面白そうなアイテムなら見てみたいじゃないか。いつもなら一人で行くんだけどさ、目当ての場所はエネミーが多いんだ。 PK も少なくない場所だし、戦闘は避けられないと思う。できれば相棒が欲しいなと思ったところに君が来たというわけだ。我最喜欢这种任务了。だよな、気になるよな。君ならそう言ってくれると思ったよ。よろしく頼むぜ相棒。クエストの情報によると幸運の果てはこの辺りなんだ。早速調べてみようぜ。お宝とやらがどんな風に隠されているかわからない。気になるものがあったら何でもいいから教えてくれ。こういう時探索系スキルを取っておけばよかったなって毎回思うんだけどさ、やっぱり戦闘や補助系スキルを優先しちゃうんだよな。ん？君の足元にあるそれ、もしかして土やツタに覆われているけど、旧文明仕様のトレジャーボックスじゃないか。やっぱり君リアルラック高いんじゃないか。さあ君がスイッチを押してみてくれよ。あ、でも待ってくれ。もしかするとトラップが仕掛けられているかもしれないから、やっぱり俺がやるよ。大丈夫、一発で死ぬような罠なんてそうそうないし。行くぞ。よし、ボックスが開いた。だけどこれは空っぽじゃないか。好像有点太容易找到了。有同人在，我觉得什么东西都很容易找到。嗯，中に随分と古びたケースが落ちている。これがすごい価値のあった宝か。これはコインか。いや違うな。ポーカーチップだ。かなり高額のものみたいだな。ケースに刻まれているのは。宇宙一のギャンブラーをたたえこれを捧げるカジノギガラスベガス宇宙一なるほど、まだ人類が宇宙で活躍していた頃のお宝か。宇宙にあるというギガラスベガスに俺は行けない。だからこのチップは使えない。確かに価値はないアイテムだな。或许总有一天用得到。うん、俺もそう思うよ。こういう仕掛けを無駄だと思う人もいるかもしれないけど、俺は好きだな。報酬が低くて効率の悪いクエストだなって思っても、いつも何かあるんじゃないかと思って引き受けたくなるんだ。まあ大抵は骨折り損で終わるんだけどね。今回は骨折り損ではないか。宇宙一のギャンブラーのお宝を手に入れられたし、実はカジノで大当たりした時にこのイベントのフラグが発生したからさ、もしかするとクレジットの山が眠っているのかなと期待してたりもしたんだけど、だけどこっちの方が味があるな。二つに山分けはできないから、このコインは君にあげるよ。有快乐的回忆当我的报酬就行了。哦，ありがとう。そうだな。宇宙一のギャンブラーは俺だもんな。今度俺に楽しいクエストをいっぱい紹介するよ。また一緒に行こう。これはプレイヤーに囲まれてる。3人。もっといるな。ただのプレイヤー狩りならいいんだけど、俺たち目当ての可能性がある。ランキング入りのプレイヤー2人を倒せばいい稼ぎだからな。奴らの準備を待つ義理はない。こちらから仕掛けて突破しよう。ふう、終わったな。軽武装の連中ばかりで助かったよ。でも何発か被弾してたろ。全然致命傷じゃなかったみたいだけどさ、
致命傷を避けるように動くのは基本だけど、弾道予測線が見えてから反応しては間に合わないこともある。居然被同人给训斥了。なるべく弾道予測線を予測して動くといいよ。嚣张哦，嚣张。是哦，第一弹快出了。这个。あ、システム外スキルって言うと分かりやすいかな。そんなに難しいものではないよ。連長哭哭。誰だって攻撃するときは標的を見るだろ。だから相手の視線に注意してると攻撃先を読めるんだ。みんなにはそんなことできないって言われるんだけど、君は勘がいいしできるんじゃないかな。それで貢献使いが増えたら俺も嬉しいし。また新手か。せっかく人が楽しく話をしているのに。刚刚那些人的同伴吧。そうか、あいつら索敵チームで本体は後から来ているのか。ということは戦闘に特化しているってことか。まともにやり合ったら面倒だ。どこかに隠れよう。といってもろくな遮蔽物もないな。あ、そうだ、さっきのトレジャーボックス。扉が土やツタに紛れていて、あそこなら見つかりにくい。君が先に入ってくれ。きついだろうけど少しの我慢だ。この辺か、石膏チームがやられたのは。ああ、銃声も響いていたし、ここでキリトにやられたんだろう。まだ近くにいるはずだ。探そうぜ。两个男的躲在一个宝箱里，这画面我真是连想都不敢想。そうか、だったな。君のおかげで助かったよ。スキルやステータスだけじゃない。少ない情報からでも答えを導き出せる。君はやっぱりセンスあるよ。不要在这么隐秘的地方还夸我有天分啊！救命哦！谁上谁下！救命哦！救命哦！よし、行ったみたいだな。あいつらはグロッケに向かうとか言ってたから、俺たちは予定通り人稼ぎしてから帰ろう。視界の広いところで警戒しながらやれば大丈夫さ。あのさ、さっきの話なんだけど。予測線の話ではなくて、その前のお礼の話さ。まあお礼というより、君と行ってみたい場所やクエストが結構あったりする。你不要在最後还跟我開約啊。救命啊。どうかな、さっきは返事が聞けなかったから。好想拒絕啊。这个感谢雪人大大 host。 这个下次要评分哦，我们转移一下话题。もちろんだ。楽しい思い出も山分けにしような。不是开心的回忆，救命。これからもよろしくな。今日の予定？特にはないけど。じゃあ私と武器素材集めに行きましょうよ。待って、キリト君。前から行こうって言ってたクエストはどうするの？私も今近接アタッカーに付き合ってほしい討伐クエがあるのよね。皆さんずるいですよ。最近私全然キリト君とパーティー組めてないんです。あ、私もキリトさんと遊びたいです。ちょっと、今からのクエにその用意で行くつもり？さすがにそれだと無謀じゃないかしら。私が用意するの手伝ってあげるわ。セリスカさんは大丈夫です。私が準備は手伝うんで。我想请红叶帮我。だあ！何なんだよ、おめえらはよ！クライン？どうしたんだよ、いきなり雄たけび上げやがって。びっくりしちゃいました。あっちでもこっちでも女の子たちがキャッキャウフフしてんのに、なんで俺の周りだけ寒々しい空気が流れてんだよ！ここ、クライン、ここ。お前は何を言ってるんだ？そういうとこが余計に気に食わねえ。
霧の字を構う女の子はそんなにいるのに、なんで俺にはいないのかっつうことだよ。いや、なあいつ。それって私たちは関係ないよね。法尾的超自然抖动。对啊。おめえらだってさっきまでやってたろうが。クエストの準備は私がやります。いえいえ、私がやりますってよ。そんな言い方じゃないわよ。あらあら。克莱因，我会，不要安慰他，我们说他真可惜就好，安慰他感觉怪怪。そう言われる方がつれえのがわかんねえのか。なあクレハたち、別に気にしなくていいわよ。クラインって昔から定期的にこういう風になるのよ。まあしばらく放っておけば元通りになるんだ。まあ適当に流してやってくれ。好可憐、クライン真的好可憐。なんでなんで、人を天気悪い時に出る偏頭痛みたいに言うんじゃねえよ。じゃあ出かけてくれ。キリトたちは出かけたのです。残ったのは私たちとエギル、クラインだけなのですが。あいつら勝手なことばっかり言いやがってよ。クラインはまだその話を続けるのですか。まあこいつはこいつで、確かにいつも三枚目っつうか落ち担当みたいで気の毒ではあるんだよな。好可憐、已经被当成是搞笑角色。お前も何かアドバイスしてやってくれないか。这个克莱因有适合自己的做法。どういう意味だ。何何。おお、そりゃいけそうだ。そのアイデアいただきだぜ。おいしそうだね、そのスイーツ。今度食べに行こうよ。ええ、いいわよ。もちろんみんなも誘ってね。クライン、どうしたんですか。黙ったまま目をつむって。いつもだとこんな時、俺もスイーツ食いたいから連れてってくれよとか言うはずなのに。放っておいてくれ。俺は孤独に旅する一匹狼なのさ。居然想要挽回自己的形象就走这种路线就对了。そうなんですね。じゃあ行きましょう。好可憐，完全不被这些人领情啊。え、你们好狠啊。哇，克莱因要哭哭了。だよ、全然うまくいかねえじゃねえか。哭哭。前にアドバイスをもらった逆転の発想ってやつか。それでクールな一匹狼を気取っていれば、逆に気にしてもらえるんじゃないかって考えたわけか。そうだよ。なのにあいつら完全に無視しやがってよ。你不够冷酷。没想到心不通，真抱歉。哎呀，いろいろ考えてくれたのはありがてんだ。本当だぜ。ただ、やっぱり俺はヒーローの器じゃねえのかな。お前は結局その立ち位置で光る男ってことだな。いいじゃないか。にぎやかしができるのだって才能だぜ。大人数なら一人は必要なタイプだ。お、なんかそう言われると悪い気はしねえな。クラインのめげない性格と明るさには私も興味があるのです。ぜひコツを教えてほしいのです。へへ、いいぜ、任せろ。ふむ、これは少しばかり面倒だ。どうしたもんだろうな。ああ、君か。今日も精が出るな。それで、何の情報が欲しいんだ。只是想听听你的声音。嬉しいことを言ってくれるな。どこかの誰かさんとは大違いだ。でもすまないな、今は少し立て込んでいるんだ。
仕事の話じゃなければ、そうだな、時間があるならオラッチとビジネスの話をしないか。損はさせないぞ。むしろ美味しい仕事だ。もちろん君の頑張り次第だけどな。はい、ククま、とりあえず触りだけでも聞いていきなよ。頼みたいのはマッピングと言ってもダンジョンじゃないぞ。フィールドの方だ。知っての通り、銃撃戦っていうのは先に発見した方が圧倒的に有利だろう。視線と射線を通したやつが勝つ、そういうもんだ。そんなわけでシステムとは違う詳細なマップの需要が結構高くてな。でもな、フィールドのマッピングは時間がかかるんだよ。打ち合いに有利な場所ってのは大概難所とイコールだから、なおさらだ。そこで君の出番ってわけだな。 UFG で高低差を知り尽くしてる君ならいい情報がもらえる。あっという間に終わらせて報酬がっぽりって寸法だ。本来ならオイラがこの足で調査するところなんだけどな、今回は本当に急ぎなんだよ。それに何より君なら信用の面でも安心できるしな。人助けだと思って引き受けてくれるとお姉さん嬉しいな、なんてな。にゃははどうだ、やってくれるか。包在我身上。ありがとな、大助かりだ。じゃ教えてくれ。うん、これなら満点だ。ありがとう、助かったよ。さて、それならオイラも約束を守らないとな。真的可以收下报酬吗？それは違うぞ。今日君は価値がある情報を生み出したんだ。正しい情報は効率を高め、より良い作戦を生み出す元となるのさ。誰だってデスペナルティやトラップは避けたいだろ。ま、そういうことさ。他にも欲しいものを手に入れたり、面白いクエストを探すのにも役に立つ。形がないからといって情報を軽く見てはダメだぞ。有像阿哥这样的情报通真是太好了。ちょっと余計な口出ししちゃったな。ま、今の話は報酬のおまけということにしておくよ。さて、それじゃあ支払いだけどな。お金でも何か情報でもいいぞ。何がいい？你现在最喜欢的人是谁？いやいや、そういうのはなしだろ。恋バナするならビジネスのついでじゃなくて、もっとムードがないとな。あ、被拒绝了。でもその質問はうまいな。いないって答えが難しい。オイラも参考にさせてもらうよ。あ、別の報酬を考えてくれ。用 C 来付款。 C 来付款是什么意思啊？为什么要画上三根胡须？不就是他是猫派吗？问看看用 C 来付款好了。嗯，分かったぞ。こんなもんでどうかな。今後もよろしくな。そうだ、最後にもう一つおまけだ。情報屋をしていると思うんだよ。どこでいつどんな風に何かがつながるかわからないってな。人とのつながりは大切にするといいぞ。たまにバカも見るけど、ちゃんと報われるからな。というわけで、お姉さんのような情報屋は大事にな。